今日の聖書箇所はペテロの手紙第1、2章24節です。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。道会長先生が十字架の言葉11番目癒し主イエス・キリストという題目でメッセージを語ってくださいます。今日御言葉を語る前にメッセージを語る前にペルからいらっしゃったお客様を紹介いたします。今日主日大礼拝にはこの間金曜デツヤ礼拝にもう紹介いたしましたが、そのマキシモ・サン・ロマン、ペルの元の副大統領、そしてウィルスン博士、ブランカさん以外にペルからも特別な方がもう一人今日いらっしゃいました。ペルの次期大統領候補である事業家のビセンテ・ディ・アゼさんです。ビセンテさんは2004年ペル連合大政会の時、本教会と私を初めて知るようになり、私に祈りを受けて個人的ないろいろ問題が解決されて、そしていろんな政府関係の法律的なことで私たちの政界がよく開かれますように私たちを助けてくださいました。現在はペルー難民選挙センターを助けるためにいろいろ役に立って働いていらっしゃいます。この方は5歳の時父親を亡くして、で幼い時から本当に貧しい生活を知ってきましたけれども、それでもビジネスで成功してみようという夢を持って一生懸命生きてきた結果、現在ペルーでは労働者の王というように呼ばれるくらい今ペルーで財力家になりました。そして貧しくて苦しんでいる人々を探して、その人たちのために祈ってあげたり、援助したりして、今まで神様の国を開くために働いてきました。そして、ペルの大学の講談でも、この実際の自分の経験をもとにした経営学を教えたりもしました。ビセンテさんは韓国にいらっしゃって、無安万民協会、を訪ねたりする日程を終えて、この水曜日またペルーに帰る予定であります。これからこの方々が席でお立ちになるとき、皆さん温かい拍手で迎えてください。はい、歓迎いたします。英語の通訳、そしてスペイン語の通訳に行けます。そのように2回も通訳されますので、ちょっと時間差がありますね。愛する聖徒の皆さん、またアメリカ、カナダ、ホンジュラス、ペルー、アルゼンチン、ドイツ、フランス、ロシア、ベルギー、オランダ、そしてケニア、ウガンダ、コンゴをはじめとするアフリカ諸国と中国、日本、パキスタン、インドネシア、フィリピン、台湾、インド、モンゴル、エジプトをはじめとして全世界と全国の2500余りの司教会の聖徒の皆さん、司聖殿の聖徒の皆さん、全世界でインターネットを通し礼拝を捧げているすべての聖徒の皆さん、日曜学校の子どもの皆さん、視聴者の皆さん、この間は私たちのイエス様がなぜ家畜の小屋で生まれて貝羽桶に寝かされたのか、またなぜ貧しくなられたのかについて神様のご説理を伝えました。そしてそのご説理により私たちに望む祝福について申し上げました。罪から来る報酬は死です。
という霊界の法則に従って、人類は罪によって死の道を行くようになりました。イエス様は私たちを生かすために木にかけられて血を注ぎ出してくださいました。木にかけられたことは律法の呪いから私たちを贖うためであり、命そのものである血を注ぎ出してくださって私たちを死から贖ってくださったのです。ところがこの間説明したように家畜の小屋で生まれて貝羽桶に寝かされた時と貧しくなられた時には罪の注ぎ出しはありませんでした。貧しさそのものは罪ではないので、イエス様が貧しさを贖うために罪を注ぎ出す必要はなかったのです。しかし罪を贖うためには血の注ぎ出しがなければならず、病と患いも罪によるものなので、これらを癒すためにも血の注ぎ出しがなければなりませんでした。今日は十字架の道11番目の時間で、ここからはイエス様が私たちのためにたっとえ血を注ぎ出された骨折りについて語ります。愛する聖徒の皆さんは語られる御言葉を通し、私たちのために苦しみを受けて血を注ぎ出してくださった主の愛をもっと深く悟って心から感謝するように願います。またたっとえ血潮のゆえに全ての病と患いから自由になり健康になる祝福を受けるように主の皆で祈ります。愛する聖徒の皆さん、視聴者の皆さん、神様の骨折の中で十字架を背負わる時になると、イエス様はユダヤ人の手に渡されて、ユダヤの総督ピラトの法廷に連れて行かれました。ピラトはイエス様が何の罪もないのが分かりましたが、君主の圧力に押されてイエス様を鞭で打ち、十字架にかけられるように引き渡してしまいました。十字架も残酷な刑罰でありますが、鞭に打たれるのも決して軽い刑罰ではありません。同時、世界最強国であったローマのよく訓練された兵士が鞭を打つと、鞭が体を一回り半して肌を切り裂くだけでなく、鞭の端にある鉛の塊が体の中に食い込むようになります。この鞭をまた強い力で引っ張ると皮膚が鞭について剥がれていきます。イエス様はこういう激しい刑罰を受けて、骨が明らかにされるほどの傷を負って多くの血を注ぎ出されました。ではなぜイエス様はこのように鞭に打たれ、ひどい苦しみを受けられて血を注ぎ出さなければならなかったでしょうか。なぜ神様はこの一人子のイエス様にこのように苦しみに置かれるように許されたのでしょうか。イザヤ53:5-6に、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、つまりイエス様が懲らしめたから私たちは平安を得たようだということですね。彼の鞭傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていた。なぜ羊に例えるでしょうか。羊は牧者がなければ自分勝手な道に行く動物だからです。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとあります。この御言葉のようにイエス様が鞭に打たれて血を注ぎ出されたのは私たちが癒されるためでした。後ほど語りますが、出エジプト 15-26 節に、私たちが主の声に確かに聞き従い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら主はエジプトに下したような病気何一つも下さないと約束されています。すなわち病を癒されるためにはまず罪が許されなければなりません。マタイ9:2にも、すると人々が重負の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。今なら車椅子がありますね。でもその時は車椅子がなかったので、そのまま床に寝かせたまま4人がそれを運んできたんですね。イエスは彼らの信仰を見て、重負の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われたとあります。その後でイエス様が命じられると、重負の人が癒されて起きて歩くようになりました。
病人を癒される前に、まず罪の問題を解決してくださったのです。そしてその罪の問題を解決してくださる前に、まず信仰をご覧になるんですね。信仰を見て、信仰があれば罪が許されるんです。罪があってこそ神様の御言葉の中でとどまることができ、神様の命令を守ることもできるんです。ですからその信仰を見るんです。もう一回読みます。すると人々が中府の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中府の人に来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許された。ですね。またヨハネの5の14には、癒された人に見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからと言われました。ここに出てますが、もう良くなりましたけれども、また罪を起こしたらこのように悪いことがその身に起こるんですね。ですから皆さんは5月リバイバル聖会の時を見たら、多くの方々が悔い改めて癒されるんですね。それなのに1年経ったらまたそのリバイバル聖会に訪ねる、出てくる人がよく見えますよね。その方々は癒されてから神様から離れて、罪をまた犯してからその1年後また来るんです。悔い改めて罪が許されて癒されたと言っても、また罪を犯すならもっと悪いことが身に起こると教えてくださいました。多くの方々が病院にいて、例えばがん末期3期ぐらいで手術を受けるんですね。で、手術を受けても再発するんです。そしてもっと悪いことがその身に起こるんですね。体全身にがんが広がることを分かります。その時になってこそその人々は、その時になってこそ祈りを受けに教会に来ます。そのように病院ではもう死刑宣告を受けてから教会に来るんです。病院に行って本当にお金もたくさん使いました。そして手術も受けました。それなのにまたこのように再発して、もっと悪くなりましたと言いながら、私に祈りを受けに来るんです。なぜでしょうか。罪の問題を解決してないから、手術を受けてもこのようにもっと大きいものが起こるんです。ですから皆さん、信仰通りに罪の問題解決されて癒されるのがどれほど大きな祝福か、皆さんを悟らなければならないんです。こういう御言葉を通して分かるように、病の源は罪にありますので、罪を解決しなければいけないんです。愛する聖徒の皆さん、マタイ8の17に、これは預言者イサヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったとあります。患いというのはね、この世の医学ではどうにもならない、生まれつきのいろんな病気、目が見えない、歩けないとか、そういうことを言います。また、第一ペテロ2の24後半にも、そして、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方癒されたのですと言われてます。癒されると言ったのではなく、癒されたと言ったのです。だからイエス様が鞭に打たれて血を注ぎ出したので、私たちの病をあがなったことを信じる人は、これ以上患いや病で苦しみを受ける理由がありません。ところが、時々信仰があると言いながらも、私は弱いから倒れる時もあるし、罪を犯す時もあります。人がすべて御言葉通りに生きるのは難しいという人もいます。で、中東の皇太子のそばにいる方がいますね。その人はドバイのね、ドバイの皇太子というと
トーバイの中ではもう王のように一番上に立っている人ですね。その方の隣で使える、まとなりで使える人を今回北方で会いました。で、その方は病気にかかってますね。ずっと慢性的な病気がありますね。で、その方が私に祈りを受けるとこのように告白するんですよ。癒されると信じます。いくら悟らせて教えてあげてもわからないんです。癒されたと信じてくださいと言われても、その方は癒されると信じますというようなことを言うから、これからだんだん癒されていきますというような、そういう信仰です。で、この間も一回祈ってあげたら、祈りを受けてからも、もう病院に行って確認して治ったらもうアメリカには行かないということを、まあ、わけわかんないけど言われたんですね。だから、すでに癒された、治った、そこまでは言わないんです。それでもその方、そういう信仰でも私に親しみを感じて、私を愛して私に従っているんですかね。自ら私は弱いと思って告白すると弱くなるしかなく、罪を捨てるのは難しいと告白すると信仰生活することが難しくなるしかありません。箴言18章の21に、死と書は舌に支配される、どちらかを愛して人はその実を食べると言われた彼です。皆さんの舌に支配されるんですね。皆さんが死ぬことも生きることも祝福されることも、そして滅びに行くこともこの舌に支配されてます。皆さんの口からの告白に支配されてます。ですから皆さんがとてもこの舌をね、よく使わなければならないです。今朝も牧師館にいらっしゃった方、その舌を悪く使ったから今とても重い病気にかかっていました。リンパ腺のがんとかいろんながんにかかれてますね。かけられてます。かかって、その方は私の前に出てきて悔い改めましたが、大体 NBC 放送の事件でいろいろ悪口をしたりしたことから、そのことが原因でそのように重い病気にかかってしまいました。皆さんですから、口からの告白がどれほど重要なものか覚えてください。これから政治家になる方は最もそうです。私の口から出る言葉一つに、そういろんな権勢力があることを皆さん信じてください。神様が私にそのような大きな権勢をくださったので、そしてその政治家の口の告白一つによって神様働いてくださるので、これを覚えてください。どんな状況に置かれても、私は神様の恵みで健康です、満たされていますと告白するときは、その信仰の告白の通り、神様の恵みと道からが望み、疲れも十分に乗り越えることができ、不可能が可能に変わります。皆さんが癒されるために祈りを受けるときも、祈られたので癒されると信じますではなく、すでに癒されたと信じますと告白するとき、その信仰の通り神様が働いてくださいます。祈られたので癒されることを信じますが、今は相変わらず痛みがありますというと、これは信仰ではありません。相変わらず痛いのに、どうして癒されたというのですか？それでは嘘になるでしょう？という人もいます。しかし、霊的な信仰が何かを理解すれば、そのようには言いません。マルコ11の24に、だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになります。とあります。この時も、祈って求めるものは何でも、受けると信じなさいではなく、すでに受けたと信じたとき、その通りになると言われました。証が一つあります。この間、牧師の誕生日、金曜日のとき、
数年前、イゼオ先生のように、消化不良、急に消化不良になって、呼吸まで止まりそうな、危ないところまで行きました。そして、牧者に祈りを受けてから、しばらく経ったらば、ちょっと呼吸する息がまたできるようになって、そして、何の痛みもなくなりました。私はもともと結石までありましたけれども、その時もう一回、二回先生に祈りを受けて、すべて私の体の中の病気が癒されました。事業場にも祝福されて、いつも一生懸命走っていたのに、このような大きな体験をするようにもう一回働いてくださった神様と祈ってくださった牧者に感謝いたします。そしてその時、急病だった時、私と一緒にいてくださった宣教会のすべての会員にも感謝いたします。パク・執事。この方ね、この間金曜徹夜の前に、東海道室の外に、急病になった人が来ましたという報告を受けて出てました。そうすると、とても健康な体を持っていた方なのに、もう呼吸もできずに、寝たままでした。ですから私、病気も知らずにその人に祈ってあげました。そうすると祈ってからすぐ息が返って、そして、また生き返って、そして私が聞きました。どうなったことでしょうか、どうしたんですかと聞いたら、その方が一生懸命外で働いて、とてもお腹が空いていたから、帰ってお餅を何個も急いで慌てて食べたそうです。そして私が祈ってあげたら、その方はもう立ち上がったんですね。それで金曜徹夜礼拝に私は上がってきました。上がってきたら、隣の秘書からの報告が出てきました。さっき祈られた方がもう立ち上がったのに、また急病になって病院に運ばれましたというような報告が私の耳に来たんです。ですから私はちょっとため息をして神様に祈りました。今まではそんなことなかったのに、なぜ癒されてまた病院にいたんでしょうかと聞きました。そして金曜徹夜礼拝一部が終わって、第二部になって賛否の時、他の方が私に来てまた報告しました。病院に行って病院に行って、その人工呼吸器をつけようとした時、全部吐いてしまって、そしてすぐ退院しましたというふうに言われました。そして病院に行った時はもういろいろ検査をしてみました。そうすると、その方は、もともと体の中から、結石、いろんな石がある結石もありましたけれども、それも全部、分かってたんですね。で、私は考えたんですよ。少し、遅く行ったならば、だから私その方に聞きました。病院に何分くらいで行けました。で、20分くらいですね。ですから、20分くらい遅く病院、我慢したならば、また祈ってあげたのにという、そういう気持ちだったけれども、病院に行ったらその人は、その欠席があることが分かるようになって、そして、私はその欠席もなくなるために祈ってあげました。私その時初めて分かりました。肉を食べて、消化不良になった時と、その時は大体5分ぐらいですね、その肉が胃の中で溶けることに5分ぐらいだったんですよ、今まで。でも、今回この方、餅を食べたんですね。餅を食べて消化不良になって、その方は20分ぐらい、それがなくなるまで20分ぐらいの時間が必要だったんです。で、私がもし最初から具体的に、例えば、その餅屋
餅が溶かされるようにとか、そのように祈ったらよかったのに、私は最初祈ってあげるとき、その方がどんなことでそういうふうになったかわからないままで祈ってあげました。この体験をして、私はとにかく肉を食べたときより餅を食べて、消化不良になったときは、もっとひどいということをわかるようになりました。今回はね、罪とかはちょっと関係はないけれども、よくですね、やっぱり肉の欲、お腹空いたからよく食べる、多く食べるという、そういうことですね。そして私としてはちょっとショックでした。祈って癒されたのに、もう一回病院に行くということは今までなかったんですね。でも、結果的には感謝することで、欠席まで分かるようになりましたので、そして20分かかって、吐いて、すべて吐いて、結局、病院から何にもせずに退院しましたので、ですが、すでに癒されたと信じることが大事です。ヘブル11の1から2にも信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されましたとあります。信仰はすでになされたことを見て告白するのではなく、見えないものを信仰で望むとき実際に現れます。信仰で眺めるとき見えない無から有が創造されます。かといって心では信じられないのに口だけで信じますというから、そのままなされるという意味ではありません。心から真実に信じられる信仰を口で告白するとき、その信仰の通りになります。ですから、私がすでに癒されたと信じます、答えられたと信じますと告白することは嘘ではなく、霊的な信仰の告白であり、真実を語ることです。自分の心の中で信じられるから告白するんです。例えて説明してみます。花の枝を切って生け花にすると、その花は死んでいますか、生きていますか。今この高台に飾られてるこの花もね、死んでますか、生きてますか。根はないですね。今は生きているようですが、根から離れているので、すでに命を失っています。ですから、この事実が分かれば死んだと答えるようになります。根元ね、命からも離れてますので、しばらく経てば、2日ぐらい経つとね、もう全部枯れてしまいます。今はもう死んでいってるんですよ。このように主を迎え入れなかった人々に対して、聖書では死んだと表現します。明らかに誤解して食い飲みして欲を満たしているのに死者と言われるのです。その中には永遠な命がないからです。今は生きているようですが、結局は地獄に行く人生なので、その結果を見て死んだというのです。このように信仰で眺めるとき、病の癒しについても同じです。神様の身力で菌が、がん細胞がすでに焼き尽くされた、病と患いが私から離れてしまったと信じて告白すれば、その信仰の通り主が働かれます。すでにイエス様が患いと病をあがなうために、鞭に打たれて血を注ぎ出してくださったためです。私は神様を初めて迎え入れてから、最初から私は聖書6章6節に書いてあることを全て信じましたので、その御言葉通りに生きてくることはできました。ですから私は病気にかかったこともなく、病気にかかっても病院に行ったりしたこともなく、今まで薬を飲んだこともなく、健康に生きてきました。私だけじゃなく、私の家族全てもそうです。このように神様が信仰通りに働いてくださいます。ところがこれが信じられずに信仰で告白できないなら、相変わらず病が離れません。いくら祈りを受けても、自分の心では私は痛い、まだ癒されていないと信じるから、相変わらず痛いのです。私に祈りを受けるためにいらっしゃる方の中で、ご年配な方がいらっしゃるんですね。そうすると私の前で、とてももう今死にそうな顔で、死にそうなことをおっしゃるんですよ。言うんですよ。私が見たらば、列を作っている、列に立てるときは、
よく立っていた方が、私の前に来たら、東海道先生、私今死にそうです。もう、あちこちが痛くて死にそうですというようなことを言ったりする方がいらっしゃるけれどもね。このような否定的な思いを破らない限り、神様の御業を体験することはできません。肉の思いを働かせずに信じますというと、すぐその場でさえ麻痺した体が動いて、立ち上がって歩いて走ることもできます。私は小学4年生の時、肋骨を痛めたことがあります。それ以来体が弱くなって、夏になると再発してひどくズキズキと痛んで、歩く時も痛みのために呼吸することさえ難しかったのですね。ですから私は夏になると欠席、学校にも欠席することが多かったんです。いつも横腹に手を置いて歩いたりしました。ですから私は中学高校の時も夏よく欠席しました。私高校生の時は40日も欠席しました。でも痛いか、この肋骨のためだったから、卒業するのには問題にならなかったんですけれども、学校の時はね。でも後で牧師になって、悪い宿敵悪魔サタンから妨害されるときは、その高校生のとき40日も欠席したことさえも言われたりしましたね。ところが主を迎え入れて、すべての病とともにこれも癒されました。このように癒されて2年ほど過ぎたとき、重いものを持ち上げる瞬間、ぎっくりときて、その部分がまたズキズキと痛み始めて、歩けないほどひどくなりました。そのとき私たちの神様が全知全能なので、私のすべての病も全部癒してくださったのに、これくらいちょっとぎっくりして私が痛くなるわけがないと思いました。それで私は手を置いて切実に祈りました。私が祈ってから動くと、直ちにきれいに癒されて、痛みもなくなり、歩くようになると信じます。すると否定的な考えが消えて、神様が信仰の通り働いてくださると心に働きかけられました。祈りを終えて直ちに立ち上がって走ったら、まるで嘘のように痛みが消えました。私は本当に何時間も苦しかったのだろうかと、疑わしいほどでした。創造主神様の権能は癒しの御業だけでなく、創造の御業そのものを行われます。聖書を見ると、干からびた骨に命じられても、その上に水地がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆って、息が入り、多くの集団になる場面もあります。最近は4月から5月、特に骨に関した祈りを受ける多くいらっしゃるんですね。骨が折った、骨にひびが入った、そういう祈りが多かったんです。でも感謝することは、そのように祈りをしてあげると、すぐ翌日になると全部きれいに癒されるんですね。ですから病院に行って診察してみると、本当に嘘のように癒されたという証が多くあります。まして神様がどんな病でも癒されないことがなく、不自由な体を治せないことがあるでしょうか。開拓以来、本教会の数多くの生徒が神様の癒しの御業を体験してきました。特にリバイブル聖会や海外連合聖会の時には、一度に数え切れないほどの人々が癒されて、講壇の上に出てきて証しをします。御言葉を通し、イエス・キリストを主として迎え入れて、自分の罪を悔い改めると、いくら重い病気でもきれいに癒されるのです。講壇からの祈りを受けただけで、末期のがんやエイズをはじめとして、あらゆる難病、不治の病が癒されて、目の見えないもの、口の聞けないもの、耳の聞こえないもの、歩けないものなど患いが癒されます。来年になったらアフリカに聖会に行きます。私がアフリカの聖会は主にエイズを癒されることになります。アフリカは今エイズが広がれて、アフリカの国々は今エイズでとても苦しんでいますね。ですからアフリカ54
諸国の連合集会をしようと思っていますが、エイズが癒されると、他の病気は何にもないです。そうすると来年ぐらいですが、本当に全世界に驚くべきなニュースが広がれるでしょう。アフリカの多くの魂たちがエイズを癒されて全世界にニュースに出ることになります。皆さんその時になると、今私が皆さんに申し上げたこのことがどれほど確実だったか分かるようになります。時には私が癒しのための祈りを始まる前、賛美をしているうちに、あるいは御言葉を聞いているうちに、悔い改めの涙とともに癒しの働きが望む場合もあります。このように癒しの主にあった一人を紹介します。マサン、韓国の南の方ですが、地域ですね。マサンのユヨンミシチュジさんは2005年1月、突然視力が急に落ちることを感じました。膜がかかったように見えたり、物が見えなかったり、凸凹に見えたりして、めまいと吐き気もありました。病院で診察した結果、珍しい病気である原田病だと診断されました。今回、インドのね、キリスト義学カンファランスにも、このケースが今紹介されます。目の中に水のこぶができて視力障害が生じて、原因もわからず、治療しても視力が完全に回復することは難しいということですね。しかも、このこぶが大きくなれば、視神経を覆い、視力を完全に失うかもしれないと言われました。ユーヨンミシツジさんは、このような診断結果を聞いても、悲しんだり、気を落としたりしたのではなく、神様に感謝して、喜びました。無知に打たれた主が病と患いを負われたことを信じて、本教会に現れた数多くの剣のある御業を見たので、信仰で癒されて栄光を返せる機会だと思ったのです。執事さんはまず自分を顧みて、誤りを一つ一つ悔い改め始めました。以前神様が息子を癒してくださった体験をしましたが、その後子供が病気にかかった時は神様だけに全てを頼らないで病院に頼ったりしたこと、教会で使命を持って働きながら部屋を作らずに信仰の兄弟を裁いたり罪に定めたりしたことなど、思い出されることを心から悔い改めました。それから喜びと確信を持ってソウルの私のところに来て祈りを受けました。そしてしばらくしてから視力が正常に戻ったことを発見しました。その後再び病院に行って診断した結果、水のこぶが完全に消えたことが確認できました。しかも前はそれぞれ 0.8 と 0.25 だった視力が両目とも 1.2 にまで良くなる祝福も受けました。 1.2 だったら一番良いことですよね。神様が七さんの信仰の通り癒してくださって、視力まで良くなるように働いてくださいました。これが誠に信じる信仰です。ああどうしよう、私視力なくなればどうしようというふうに慌てるのじゃなくて、かえって神様に栄光を捧げる機会だと思って、自分が神様の御前で悔い改め、一つ一つ思い出しながら悔い改める、じゃあその後で祈りを受けに来る、これが誠な信仰だから神様がすぐ働いてくださったんですね。愛する生徒の皆さん、イエス様が鞭打たれて病を負われましたが、それを信じるという人の中でも相変わらず病気で苦しむ人がたくさんいます。その理由は何でしょうか。これは神様の義の道を歩まなかったからです。出エジプト 15-26 にそして仰せられた、もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、これはすべてのことを守ることを言いますね。私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものであると言われています。ここでエジプトとは霊的に世の中を指し、出エジプトの時エジプトに下した党の災いとは世の中のすべての病気を指しています。私たちが神様の命令を守り行うなら、
どんな病気にもかかることはなく、たとえ病気にかかったとしても、悔い改めて立ち返ると、私は主、あなたを癒すものであるとおっしゃったように、善能な父なる神様が癒してくださいます。ところ、ですから皆さんが自分が信仰があるかどうかチェックすることできますよね。皆さんが全知全能な神であることを信じて、そしてその方が私たちの父であり、そして癒しの主であることを皆さんが本当に信じるなら、皆さんがいた病気にかかると皆さんどうなるべきですか。主の主、おのおであるあの神様に頼るべきですよね。何回か祈ってみて、ダメだったら、癒されなかったら、あら、まあこれはいけないと思って病院に行くべきでしょうか。最後まで万軍の主により頼むべきです。ところがここで義の道を歩む者の歩むということですが、これは人の方で自分が見るのに義の道を歩むのではなく、神様の義の道を歩まなければなりません。人が見る時の義の道とはそれぞれ違います。ここにもし今あの何千人いらっしゃるけれども、その義というのは全部違います。なぜかというと、あの互いに自分の知識、自分の考え、自分の思いが正しいと思われているからです。世の中のすべての人が生まれて育ちながら見聞きして習ったことが違って、育った環境と価値観が違うからです。あの人は正しいと思っていることにも、この人は正しくないと思うこともあります。したがって真理そのものである神様の御言葉を基準として、神様が正しいとおっしゃったことだけが誠に正しいことです。例えば子供が他の子に叩かれてきたら、人ごとに反応が違います。ある親はとても気を悪くして相手のところに行って突き詰めたりもします。ですから子供たちの喧嘩が親の喧嘩に発展することもあります。ある親は泣く子をしっかりつけながら、お前はなぜバカみたいに叩かれてばかりいるのか、お前も叩きなさいと言います。甚だ式は一回叩かれたらお前は二回、三回叩きなさいという親もいます。しかし、真理は何と教えるのでしょうか。右の方を打つようなものには、左の方も向けなさい、平和を追い求めなさい、敵まで愛しなさいと言います。これがまさに神様の義の道です。もし人が小さい頃から神様の義の道を追い教えられて成長するなら、その人は将来多くの人々を抱いて理解して先立って導ける大きい器になるでしょう。神様の義の道を追うとき、人が見てその時は損をするようでも、結局は神様が彼を認められて高めてくださるためです。私が高校入学の時ね、入学試験のために願書を買いに行った時でしたね。その時私はあの田舎から来たばかりの幼い、そういう、まあ、そういうところでした。私はあのソウルにいらっしゃったお姉さんの、まあ、姉の家にいたんですけれども、私がその高校入学のために原書を買いに行った時でした。その原書買いに行った時ね、あの姉のその家の近くにあった不良な人たちに呼ばれて、私はあの殴られたんです。そして私はとても悔しかったんです。田舎から来たからこんなことをかなってて、あのとてもその夜悔しくて寝られなくて、その翌日になってすぐ体育館に行って運動をね、習いに行きました。そしてまあしばらく経ってそこが気に入らなくて他のところに行きましたけれども、私その時はその何もなかった些細なことでもとてもあの憤って、そして悔しくて寝られなくて、そしてそのすぐ体育館まで行って、その空手とかそういうことを習いにね行ったんですね。皆さん今ならどうですか。
今ならばその不良の学生たちも抱いていい友達になったはずですね。神様のすべての命令を守りなさいという言葉を聞くとき、ある人はそんなに多くの掟をどうやってすべて守れるのだろうかと難しく思います。しかし私たちが神様の命令を守り行うことは難しいことではありません。神様が命じられたので聞き従える、私がするのではなく、私たちの聖霊様が助けてくださり、神様が恵みと身力を注いでくださるので十分にできると信じて行うととても優しいです。しかもいくら命令が多いようでも要約すれば実会に圧縮されます。また御霊の9つの実、愛の章、8つの最愛ほどを成し遂げても、神様がご覧になる時、義の道を歩むことができます。私は初心者の時から聖書を読んでいるうちに神様の命令を悟るとその場で従いました。そしてすぐできないことはノートに記録して祈っていきました。するとしばらくすると全て捨てることができました。人が自ら聞き従おうとしないので従えなくなり、神様より世を愛するので従いにくいのです。皆さん家庭には、皆さんの家庭にもそういう決め掟があるんですね。そして皆さんが学校に行くと、そこにも学校のその方掟があります。そして皆さんが職場に行くと、そこでも決められている規則があります。で、皆さんが住んでいる国にもそのような法律があります。そうすると皆さんはその自分がいるところのその規則に従うべきです。そして運転する方は道路の交通法則によく従うです。で、皆さんが車が混んでいたりしても、皆さんがおとなしく待っていたりするんですね。その時も車線を変えて行ったり来たりするのではいけないんですね。で、このようなことは私たちはよく守ることはできます。そして皆さんがその自分が属しているところの全ての法律を守るなら、全部部屋を作って部屋になります。で、皆さんこういうことを守るのが難しいでしょうか？そうではありません。皆さんが良い習慣を身につければ全然難しくありません。誠に神様を愛して天国の希望があれば、天国の栄光と報いを眺めるなら、命令を守ることは難しくもなく、従えない理由もありません。難しくありません。かえって神様の命令に守ることがとても幸せで喜びです。私たちを愛してくださり、地獄から私たちを天国に行かせた神様の御心であり、神様の御旨であるから、そこに従うことはとっても喜び、とっても感謝です。そして従えばそれは全て祝福になります。今朝も牧師館にある家庭が来ました。祝福の証をしに来ました。内容は今週マガジンに出る予定ですけれども、ある会社の社長の下に職員がいましたが、その職員がうちの教会の、万民教会のマリア宣教会の機関長でした。ですからその職員がね、その社長に勧めているんですね。何かというと、この万民教会が命の祭壇であることを何回も社長に勧めて伝えていました。で、その社長は他の教会に通いながら、世の中の人々とそんなに変わらない人生を歩みました。でもあまりにも勧められて、その社長さんはね、この教会に来て登録しました。それなのに祝福、登録したのにあまり祝福されてないんですね。ですからその社長はとても不思議に思いました。そうするとその職員が、また職員の姉妹がまた教えてあげました。社長さん、完全な中一献金を捧げなければならないです。完全な中一献金をしてください。そして牧者の前に出て祈りを受けなさいというふうに勧めました。そうするとその社長さんもとても心の善な方だったので、その職員の話に耳を向けて、そのように完全な十一献金をして私の前に出てきて祈りを受けました。そうするとすぐ
祝福が望むようになり、祝福されました。ですから、そしてこの1ヶ月の、1ヶ月売出した金額が6200万ウォンだったのに、その次、2倍になり、1億2000万という、それぐらいのね、売買になりました。ですから、11献金を100万ウォンくらい捧げましたけれども、すぐ200万ウォン、捧げるようになったという証を今朝聞けました。皆さん、信じるというならば、神様の命令に従います。信じられるから完全な十一献金をするのです。そのように行う時から、すぐ祝福が望みます。私が初心者の時は、天国に関して明らかに悟ったわけでもありません。ただ、癒してくださった神様の恵みに対して、大いに感謝して神様を極めて愛するので、無条件、その御言葉に従って行ったのです。まして皆さんは今まで天国について数多くの御言葉を聞いて、明らかに教わりましたので、聞き従うのがはるかに簡単です。ひょっとして私にあまりにも捨てることが多いから、いつ全て捨てられるのだろうかという方がいても心配することはありません。憤りであっても、憎しみであっても、寛因であっても、一番捨てにくいものを心に置いて、集中的に祈って断食して捨てたら、残りは簡単に捨てられます。ある方は肉の行いをしたり、多くの罪を起こして、本当に死ぬ寸前に、行くくらいの重い病気にかかっていましたが、悔い改めて私の前に出てきて、祈りを受けました。じゃあ、そうすると、癒されてからは、癒されてからどうするべきでしょうか？本当に神様に申し訳ない心を持って、一生懸命神様の、命令守るべきなのに、最近ね、ある、勢力に惑わされているんです。今日これを聞いている方の中で本当に悔い改めてください。木を抜くときも大きい根元を抜き取ると小さい根は一度に抜かれるのと同じです。生徒の皆さん、歴代史第216章にはユダの朝王に関する記録があります。本来朝王は神様によく仕えた王です。ところが朝の治世第36年にイスラエルの王がユダに登ってくると神様だけにより頼んでいた信仰が変わってしまいました。異国に賄賂を送り届けてイスラエルを攻めるように願いました。すると預言者がユダの王アサの元に来て攻めました。以前ももっと強い異国の軍隊が攻めてきた時も王が神様により頼んだ時は神様が彼らを王の手に渡されたのですが、今度は王が異国の軍隊により頼むので、神様が王に御顔を隠されるようになったと知らせました。前、神様により頼んだ時は、神様が守ってくださいましたけれども、今はそうではないからということです。第二歴代史16、9に、主はその御目を持って、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。ですから心と力と精神を尽くして神様に向かっていることを言うんですね。そういう人々に道から表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれますとあります。このように責められてもアサ王は悔い改めなかったです。むしろ預言者を迫害して神様と罪の隔てを作り続け、結局治世の第39年に両足とも重い病気にかかってしまいました。皆さん、叱られたり責められたりするとき、すぐ立ち返るのが大きなうちわです。サウル王もそうでした。サムエルが責めたとき、聞かなかったんですね。ですから結局死の道を歩むしかなかったんですが、神様に愛されたしもべダビデは王でありながらも自分の誤りを神の人が来て罪を責めて叱った時すぐ悔い改めました。そして
その罪の結果として、宿敵悪魔ら心、悪魔から試みられる時も、その試みさえ感謝と喜びの心で、その試み、よく試みを受けました。ですから大きなうちわです。ですから神様がそういう大きな人、うちわを持てる、心を持てる人を使われました。で、朝はね、両足とも重い病気にかかってしまいました。では、どうすればよいでしょうか。皆さんがこういう立場ならどうなさいます。この時も、その時も心を砕いて、悔い改めて神様にすがり頼らなければならないのに、王は相変わらず神様を求めるのではなく、逆に医者たちを求めました。復讐ですね。あの人、この人というのが、結局、第二歴代史16の13に、アサは彼の先祖たちと共に眠った、すなわちその治世の第41年に死んだとあります。結局その病気のために死んでしまいました。神様を求めたなら、神様に頼ったなら、きれいに癒されてもっと長く生きていたはずなのにね。神様が彼にとても寂しく思われたので、こういう記録を聖書に残しておかれたことです。このように聖書に書いてあると、私たちに本当の信仰というのが何か、誠の信仰は何かを悟らせてくださるんです。今日もそうです。多くの人々が口では全知全能な神様を信じます、すべてを司る神様を信じますと言います。しかし実際に自分に何の問題が起こるとどうしますか。神様により頼むのではなく、世の中により頼み、祈って神様に求めるのではなく、病院に頼って薬に頼る人が多いです。私に祈りを受けるためにいらっしゃる方が大体そうです。いろんな方法、病院に行ったり、あるいは薬を飲んだり、いろんな方法を使ってみて、それでダメだったら、その時でこそ最後になって祈り受けに来るのですね。それでも神様は感謝すべきのことで、そのような方々でも大体癒してくださるんです。でも世の中に頼らずに、伝道者のことに、伝道者の口に耳を傾けて、すぐこの祭壇に来て祈られたら、もう本当にもっと良いことでしょうね。いくら御言葉をたくさん聞いて分かっていても、命令を守り行わないために、また神様を心から愛さないために、癒される霊的な信仰が来ないのです。皆さんは聖霊を受けて神様の子供とされる特権を受けました。ですから暗闇から出て、光の中で義の道へ行っていけば、神様との間の罪の隔ては打ち壊されます。打ち壊されるほどに自分の中に信じられる信仰ができて、この信仰ができるほど、すべてのことに神様の御業を体験していけるようになります。病気にかからなくなり、たとえ病気にかかったとしても、すでに癒されたと信じると直ちに解決されるんです。結論です。愛する生徒の皆さん、視聴者の皆さん、世の中で重い病気が癒されるためには、どれくらい苦労しなければなりませんか。多くの治療費がかかるだけでなく、治療を受ける過程でも大変な苦しみがあり、そして完全に癒されるという保証があるわけでもありません。しかし全てを神様に、そうですね、苦しみがあり、そして後遺症もあり、と再発する可能性もあります。しかし、すべてを神様により頼んで、信仰を見せるときは苦しみや後遺症もなく、完全に癒されます。また、癒される体験を通して、自分の心境がさらに大きく成長して、神様に栄光を捧げるため、多くの魂を救うようになります。こうして、一石三鳥、あるいは四鳥、それ以上にもなります。もちろん私は開拓の時からどんな人にも薬を飲んではいけません、病院にいてはなりませんと教えたことはありません。
自分にまだ信仰ができていないのに、他の人がそうさせるからといって癒されるのではないからです。ただし真理を知らせてあげて、本人の信仰の通り行うように説明します。生徒の皆さん、私が皆さんに病院にいてはいけない、薬を飲んではいけない、手術を受けたらいけないと教えたことはありますか？いいえ、なかったんですよね。ただ私は真理を教えてあげます。そして本人の信仰の通りに行うんですね。イエス様が私たちのすべての患いと病になわれて、病を担われて、鞭打たれたので私たちが癒されたと言われますので、当然神様に頼らなければならないことを知らせますか？本人が自ら信仰を示して信仰の通りに行う時でこそ癒しの御業を体験するようことができます。だから皆さんはいつもそういう証を見ているから、生徒のほとんどの方が今全員病院に、あんまり病院に行かずに、その家族も子どもたちも病院に行かずに健康な人生を今送っているんじゃないでしょうか。神様にだけ頼るから、ですから神様に癒されてますます信仰は大きくなり、そして魂が最愛を得ている。ですから、そして信仰が大きくなると、どんな病気も病気にもかからない。そして1年中皆さんの子供たちと子どもさんと、そして家族全員があまり病院に行かない、そして1年2年10年に経っても病院に行かない方が多く、我が生徒の皆さんの中にはいらっしゃるでしょう。愛する生徒の皆さん、鞭打たれて血を注ぎ出されて、すべての病と患いをあがなってくださった主の愛を完全に信じるよう、ね、お願いします。これからはもう私は弱い痛いなど否定的な告白はせずに、主のたとえ事象に対応、私は健康だと告白できるようにお願いします。あら、私一日ずっと働いたので疲れたというふうに言わないように。そうするとその方は1年ずっと徹夜したから、祈ったから、働いたのに疲れるというように言ったら、そのようになりました。私は徹夜したから10万だ、私は賛美して祈ったから聖霊に満たされたというような告白すると、皆さんはますます聖霊に満たされて10万な方に、そういう人になりますので、そのような口の告白をしてください。神様の命令を一生懸命守り行って、全てのことを全幅的に神様にだけ頼って、できないことのない神様の御業の中で常に栄光を捧げられますように、主の皆で祈り願います。御言葉を思い出して祈りましょう。ハレルヤ、父なる神様、その恵みと愛に感謝いたします。我らの主イエス・キリストが鞭に打たれて、私たちはもう癒されたと書いてありました。私たちの全ての罪と咎を許してあがなうために、このように鞭に打たれて血を注ぎ出してくださったので、私たちは当然信仰を持って癒されて健康になるべきです。主は感謝いたします。我が教会の全ての生徒の皆さんがこういう信仰を持って、御言葉を持って、約束の御言葉を持って健康になって走っていけますように祝福してください。私たちはできます、何でもできます。そのできるようなそういう信仰、私たちの心の中から誠に信じられる霊的な信仰が上から注がれますように願います。主を感謝いたします。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。癒しの祈りをします。祈る前に海外からの手紙があります。愛する父、このように父と呼ばれるように許してくださった東海先生に感謝いたします。魂に幸いを得ているように、全てのことで健康になり、幸いを得ているように導いた父さん、牧師に感謝いたします。そして牧師の空間の中で見こもられて、そして今度出産の日が近づいてました。良い日によく生まれるように、先生の祈りを受けるように願います。北方の国から金野春、東京田畑万民教会から、ハレルヤ、東京田畑万民教会尊敬亭牧師です。本教会にいて祝福の時間を持って本当に感謝いたします。徳川先生、主日礼拝の時祈ってください。東京田畑の渡辺由美執事の娘さん、渡辺飛鳥11歳が自転車に乗っている時、自転車に乗っていた57歳の
おばあちゃんと、おばあちゃんと、おばあちゃんとぶつかって、そのおばあちゃんが中島さんという方なんですが、中島さんは脳に注射を受けて、脳にひびが入っているくらいです。ですから、その方は今、病院にいます。警察から答えがあるまでは、その中島さんに会うことはできないんです。祈ってください。弱いところに、そして痛いところに手を置いてください。心の願いも持って祈ってください。心の願い、すべての願いにも手を置いて祈ってください。祈りを受けてください。ハレルヤ、父なる神様、この時間直接安守してください。力注いでください。時空間を超えて働いてください。画像を通して礼拝捧げている全国の司教会、施政殿の上にもインターネットを通して礼拝捧げている全世界の神様の子供たちの上に、視聴者の上に共に働いてください。イエス・キリストの皆によって命じるから、宿敵悪魔サタン、下がれ下がれ。そして暗闇の勢力は全て下がれ下がれ。光を望め、精霊に感動され、満たされ、頭の上から足も止まれ、五臓六腑全て神経組織、創造の最初の剣の力で全てきれいに癒され健康になれ。光を望め、父よ、霊肉ともに健康になりますように祝福してください。父よ、時空を超えて北方から祈りの求めが来ました。今見込まれた子供、赤ちゃんの上に安守してください。そしてその娘の安心してください。精霊に感動され満たせ、光を望め、良い日、良い時間に神様、子供が生まれますように祝福してください。そしてそのお母さんも健康になりますように、そして胎児も健康になりますように、よく生まれますように主よ、祝福してください。そして東京田端から手紙が来ました。被害者である中島さん、脳の中にひびが入って、その脳の中に今血が固まっています。そのすべてだから脳手術を受けたそうです。その脳のすべてが完全に癒されますように、光を望め、主よ、精霊の日ですべてきれいに癒され尽くされ、中島さんの脳の中のひび、そしてすべての血もすべてなくなるように、そして速やかに回復されますように、健康になれ、正常になれ。主よ、被害者の家族と渡辺さんの家族が順調に会話できますように、渡辺明日香ちゃんの心に傷つけないように、そして渡辺由美執事さんがこの機会を通して信仰が大きくなり、そしてそのご主人も伝道されますように、子どもたちと全員家族が信仰大きくなりますように祝福してください。主を感謝いたします。私たちも霊肉ともに健康になりますように、心の願いも全ての祈りに応えてください。家庭仕事場全て祝福してくださるよう願います。出ても入っても祝福され、そして貸すことあっても借りることはないように、頭になるように、王にはならないように祝福してください。そして今日神様はこの政治をしているその息子たちの上にも神様祝福してください。神様の義の国のために大きく栄光を捧げられますような、そういう神様によく大きく使われるように、そしてその国を貧困から解放されるような、そういう息子たちになるようなりますように、天の上から悟りと知恵が望まれますように、主を祝福してください。すべての鼓動に祝福してください。この1週間も栄える、すべてが栄えるように、そして出てまいても祝福されますように、神様守ってください。神様の子供がいるところどころ、すべて子供がいるところに神様、聖霊の火で、そして燃える火のような神様の御名で私たちを守ってください。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。